宮本真由です。本日は椿と梅の花が刺繍されていて、この金駒刺繍という椿が特徴になっているようです。すごく素敵なお着物で、嬉しいです。ありがとうございます。今年1年振り返ってどんな年でしたか？なんか思い出に残っているエピソードとかありますか？はい、今年は、初映画出演、初主演をさせていただいて、それをきっかけに髪を18センチ切りまして、それがすごく思い出に残ってます。何年ぶりぐらいに切ったんです？本当にでも10年ぶりぐらいに切りました。しばらくはそれぐらいの長さで？はい、でも髪が本当に伸びるのが早くてもうこれぐらいまで伸びました。来年の抱負を教えてください。はい、来年は昨日発表されたんですけれども、1月クールのドラマがあるので、まずはそのドラマに全力投球して頑張りたいと思います。